こんにちは、風来坊です。これはいつも私が使っている GoPro 8、右が8です。と、左が GoPro 9です。 GoPro を使っての感想は、広角に撮れて非常にいいんですけど、映像っていうか、画質はとてもいいんですけど、音があんまり良くないような気がするんです。ここで、今回これメディアモッドを買ってみました。純正品です。それともう一つこれですね、ピンマイク、クリップマイクも買ってみました。今回は音の比較、まずこの GoPro 9の生で撮った音、本体の音、マイクで撮った音と、このメディアモジューラーで撮った音、それとこのクリップピンマイクをつけて撮った音の比較をしてみます。これどうするかな。これが、なるほど。これまず外さなきゃならないんですね。外れた。こんな感じ。で、これどっちが前だ。そうかな。そうですね。これがありますんで、見えるかな？GoPro のこれ？ここ？これ見えちゃった。で、こっち側かな？で、セットするみたいです。硬いな、これ。こんな感じ。これつけました。これ風よけっていうか、風の音を遮断するように。では早速試してみます。ここの部分がなんだにマイクがつくようです。GoPro の外部マイク、ピンマイクをつける上で気をつけなければならないことを、ちょっとご紹介します。このピンマイクですね、この黒い部分が3つあるんですよね。これだと、音取れません。この2つを封印しなければなりません。こんな感じ。これでGoPro 外部マイクとして音が取れるようになります。ご注意を。日本の風景は電信柱や電線が多くてあまり良くないですね。これなくしちゃえばいいのにと思います。どうでしょうか。これは、新しく買った、モッド、要するにカバーですね、をつけて、音声取ってます。どのように聞こえていますでしょうか。本日は晴天なり、寒い。続けて、メディアモジュラ、モッドですね。メディアモジュラ、メディアモジュラの背面を使ってます。さっきは前面でしたので、今回は、背面です。はい、続けて、
背面マイクの、あ、メディアモジュラーの背面マイクのこれなしです。音はどのように聞こえてますでしょうか。はい、続いて、メディアモジュラーありの全面これなしで撮ってます。どのように聞こえてますでしょうか。続いてメディアモジュラーを使わずにカメラ本体のマイクで撮ってます。どのように聞こえてますでしょうか。続いて外部マイクピンマイクですね、クリップピンマイクをつけて撮影してます。本日は晴天なり、いかがでしょうか。おい、危ないぞ、おい、そこ危ないって、2階危ないってよ。